3分でわかる筋肉マン、その1、解説は大田慎一郎がお送りします。筋肉マンという作品をご存知でしょうか。筋肉マンは週刊少年ジャンプ黄金期を築いた格闘漫画の名作。1979年に連載開始した少年漫画のレジェンドが2024年7月7日からパーフェクトオリジン編として32年ぶりのアニメ化。今なお続く超人たちの友情と栄光の軌跡を3分でわかる筋肉マンと題して、その1、怪獣退治編から超人ワールドカップ編までお届けしましょう。1979年、地球は危機を迎えていました。襲来する宇宙怪獣、しかしそれに立ち向かう超人と呼ばれるヒーローたちがいたのです。彼が超人筋肉マン。アイドルの追っかけと牛丼が生きがいの自堕落な超人ですが、日々地球を襲う宇宙怪獣と戦っていたのです。への突っ張りはいらんですよ。彼の自信を表す名言、言葉の意味はよくわかりませんが、とにかくすごい自信です。ある日、街に巨大怪獣が出現。来日していたアメリカの超人テリーマンは、怪獣退治はビジネスだと金を要求。なけなしの小遣いで家族を助けてほしいという少年を笑ったのです。筋肉マンはテリーマンを殴り、正義のため怪獣に立ち向かいます。テリーマンは彼の大和魂に心を打たれ、筋肉マンを認めたのです。以来、筋肉マンは正義のヒーローとして頭角を現していきます。そんな矢先、超人ナンバーワンを決める超人ワールドカップが開かれるという噂が。イギリス代表の超人ロビン・マスクの計らいで、筋肉マンは日本代表に選ばれることに。予選を通過した超人はこの8人。そして対戦のカードが決まりました。 B ブロック第1戦は、西ドイツ代表ブロッケンマン VS 中国代表ラーメンマン。しかし、ゴングの前からブロッケンマンの非道なストンピング、ラーメンマンも中国拳法の嵐を浴びせ、非道なファイトで勝利を手に。その頃 A ブロックでは、テリーマンもスカイマンに勝ち、準決勝進出を決めていました。筋肉マンも勝ち上がり、ラーメンマンとの対決も勝利を収めました。会場が大いに沸いていたその時、試合の妨害を目論む怪人、筋骨マンの魔の手が迫ります。しかし、いち早く陰謀に気づいたテリーマン、筋肉マンをかばって飛び出し、左足を負傷。左足の怪我がたたって、テリーマンは準決勝でロビンマスクに敗退してしまいます。ロビンマスクに勝ちを譲る結果となったテリーマン、これが原因で筋肉マンとすれ違いが起き、友情の危機を迎えることに。一方、筋肉マン、いよいよ決勝です。だが、ロビンマスクは強敵。テリーマンの雪辱を果たすためにも、ここは絶対に負けられません。追い詰められた筋肉マンはテリーマンにアドバイスを求めます。ロビンマスクの必殺技、タワーブリッジが決まります。筋肉マン全く動きません。命を落としたか、試合続行は不可能。誰もがそう思ったでしょう。ロビンマスクも勝利を確信した。その時、テリーマンからのアドバイス、ロビンマスクの弱点である強者の慢心を突き、反撃に出たのです。とうとう逆転勝利。ここに新チャンピオンが誕生しました。超人ワールドカップは筋肉マンの優勝であります。その2へ続きます。